皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。今回はですね、今映っております軽装タイプの鎧セットの紹介となります。それでは始めていきましょう。うちの鎧シリーズなんですけれども、だいたいセット商品の場合って体の部分がね、かなり重装甲なアーマーのセットになってるんですよ。そうするとこういう風にお洋服を目立たせたいっていう場合に、ちょっとお洋服自体が隠れてしまうので、今回はこういうお洋服を活かして、このね、手とか足とか頭とかに装甲が乗るようなアイテムにしてみました。ではね、装着していこうと思います。手足の部分は今までのアーマーセットと同じなのでほぼ一緒ですね。こういった形で手とか足首を抜いていただいて、こうはめていただいて、後からここに刺すような感じですね。で、足の場合もこうね、このすね部分にこう刺していただいて、後から足をはめる感じです。で、足部分は以前紹介させていただいたものと一緒で、後ろにね、磁石入ってますので、鉄板の上ではね、立ちやすくなりますね。で、装着方法も以前と一緒で、ここを開いていただいて、こちらのね、足の形が左右で違いますので、確認していただいた後に、こう、足に履かせてあげて、最後にこの後ろのホックを止めるだけですね。これで装着完了です。で、今回は鎧の代わりに、こういった、まあ、ダガーがね、こう着脱できるんですけれども、ちょっと武器、ベルトみたいなものが付属しますね。で、こういったナスカンでね、物を下げたりですとか、あとこの部分、ベルトを外せば開いて中に物は入れられるんですけれども、三連ポーチも付いてます。で、装着方法はここにね、バックルがありますので、普通に留めていただくだけですね。で、今度は肩のパーツですね。いつものような首アーマーと肩アーマーのセットなんですけれども、今回は、まあ、スリムに見せるために、だいぶね、設計を変えまして、全体的に小さいね感じで、デザインも凝縮した雰囲気になってますね。で、装着方法はいつもと一緒で、この後ろをね、ホックを外してあげて装着するだけですね。で、今回はスリムに見せるためにこう着脱機構はないので、このまま使っていただく感じですね。で、こうあてがっていただいて、後ろのホックを止めてあげるだけですね。この部分のホックを止めていただくだけで装着可能です。こう見ていただければわかると思うんですけれども、いつもよりね、かなりスリムな雰囲気の肩アーマーと首アーマーになってますね。最後に頭装備ですね。今回は軽装なのでね、ちょっと可愛らしい系のものが付属します。で、ここに花があったり紋章があったりしますね。今回はアシンメトリーで、左右でね、ちょっと形が異なりますね。で、こちらには十字の盾がついてますね。今回のアーマーなんですけど、全体的にね、十字のチャームとかがついてまして、まあね、デザイン的に一貫性がある感じになってますね。このあたりにもついてます。いつものように紐はこちらの D 管に通してあるだけですので、こちらのね、試供品の紐を使っていただいてもいいんですけれども、ご自分の好きなリボンとかがありましたら、それに交換していただくことも可能です。装着が完了しましたので、全体を見ていこうと思います。今回はですね、こう皮部分が茶色と焦げ茶で構成されてまして、こう編み上げみたいなね、感じで、ちょっとね、かっこよくなってますね。で、全体に十字があったりとか、割とね、装飾は多めのアイテムになっております。で、ダガーがね、十字になってたりするのもかっこいいですね。こんな感じで、いろいろなアイテムがついたセットになってますね。以上、軽装アーマーの紹介でした。いつもは重装歩兵とか、タンクというか、まあ、戦士系のアイテムだったんですけれども、今回はね、こう、軽装で、まあ、素早く動く戦士といいますか、まあ、チーフとかね、そっち系の職業のアーマーとして使えそうですね。で、この服の部分は自由に選べますので、もうちょっとね、可愛かったり、クラシックなね、服とかに着せるともっと似合うようになると思います。この後、いろいろな作例も載せようと思いますので、もしよろしければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまた。